せーの、温泉は、はい、林子坊です。白川瑞奈です。せーの、温泉女子高生です。イエイイエイイエイ。はい、今回はですね、なんとまあ10月ということでね、ハロウィンが近いということでコスプレをしてみました。イエイ。どうだどうだ、あ、ハッピーハロウィンって言い忘れた。ハッピーハロウィン。イエイ。ちょっと回ったりしちゃいますか、セルフで。はい、なんか2人とも黒い黒いねって言おうとしたけど、私めっちゃ赤かったわすごくないこれ、したのそれ、何をやったのって感じじゃないすごいね。でもなんかあの絵の具こぼした子みたいなねハロウィンっぽいですね。はい、というわけでですね、今日は私たちだけじゃなくて、素敵なゲストさんも来てくださってるので、早速呼んでみたいと思います。この方です、どうぞ。お前らを煮込んでやる。かわいいな、かわいいな、みんな。はい、ということで田中みな実です。よろしくお願いします。あ、こっちか、よろしくお願いします。あ、こっちか、こっち、あ、こっち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 。すみませんね、すみませんね。あ、ここでした、ここでした。今日一緒と。魔女です。魔女ですね。いいですね。めっちゃもっと楽ないですか。そう、本当に引きずってきちゃったもん。やばい。今回は、田中みな実さんをゲストにお迎えして、はい、進めていきたいと思うんですが、はい、田中さん、今日は何をやってくださるんですか。いや、やっぱりハロウィンといえばゾンビ、ゾンビといえばゾンビランドサガということですね。今回あのゾンビランドサガのボードゲーム、君の心にナイスゲームサガという、ね、ボードゲームを持ってきたので、ちょっと3人で対決したいななんて。最近流行ってるらしい。そうなんですね。流行りに乗っていきましょう。JK なんで。JK なら、あ、JK じゃないけど。JK の JK です。気持ちで、JK のつもりで。楽しみます。はい。それでは早速やっていきましょう。はい、それではね、ゲームやっていくんですが、はい、まずね、どんなゲームかっていうのをご紹介していきます。プレイヤーがですね、アイドルプロデューサーの辰巳宏太郎となって、作中に登場するアイドルグループフランシュシュを人気アイドルへと成長させることで、存在がですね、風前の灯火である佐賀県を救うという設定ですね。あ、リリーちゃん、リリーです。私はリリーを演じておりますけども、ね、そんなね、フランシュシュのメンバーですが、全員ね、ゾンビなんですよ。そうなの。そうなんです。なので、正体がバレないようにメイク、レッスンによってメンバーの魅力を高めて、より多くのファンの獲得を目指していくゲームとなっています。はい、はい、分かりました。なるほど。あ、そう、メイク前とメイク後があるんですね。そうそうそう、こうメイクをしないとライブができないから得点を得られない。なるほどね、メイクが大事なんだ。なるほどです。で、ファンを多く獲得した方が勝ち、うん、得点という名のファン。なるほど、わかりました。 OK OK。 はい、これ何言う、罰ゲームとかあるのか。おー、ここの番組はせっかくだったらやりましょうよ。やる、やりましょうよ。何がいいかな、何がいいかな、どうしよう。なんか あります、逆に。でもやっぱりゾンビランドサガだから、ゾンビのモノマネとか。あ、いいですね、いいですね。え、どう、え、どう、どう、ゾンビあんまりわからないけどそうだよね、うん、確かにそんなイメージない、見たことないもんね。イメージない。面白そうです。面白そう、本当に罰ゲームだから言いやがってもいいんだよ。いやだーとか言ってもいいんだよ大丈夫、うん、いけるまあ負けないように頑張ろう。確かに確かに、負けなければいいんだよ、うん、そうそうそう、そう、 うちらあの2だから。そっか、そうなんです、2人の知恵がね揃っちゃってるもんね。はい、そうなんです。今回はこの温泉女子高生チームと田中さんで OK 戦っていきたいと思います。頑張ります。はい、せーの、最初はグー、じゃんけんぽい。あ、勝った。あ、どっちがいいですか。あ、そっか、でもなんか先行の方がいいのかな。じゃあ先行攻めていきます。じゃあ温泉女子高生高校です。オッケー。はーい、それじゃあ早速やっていきましょう。やっていきましょう。はい、じゃあまずサポートカードを取らないといけないのかな。サポートカード、うん、3枚ずつかな。はい、私が取るね。はい、で、辰巳のお金も2枚ずつだっけ。はい、2枚ずつ。
これはね、最初の準備の段階らしい。よし、じゃあえい。わあ、なんかいっぱいサポートカードがなんか出てきたけど、ちょっとよくわかんないなちょっとよくわかんないから、とりあえずあのバイトするわ。はい、うん、バイトする。バイトするとお金が稼げます、うん、はい、お金稼ぐ。3万円、3万円もらいます。はい、辰巳印の1万円。はい、オッケー。4万円ももらっちゃったやばいで、はい、終わり。はい、とりあえずね。次、私たち受けますね、うん、まず、まあ、サポートカード3枚引きますわ。お、1、2、3かな。はい、お金3万円です、高校。あ、高校お金3万。高校お金3万円なんだ。じゃあ、 ありがとうございます。ちくしょう、そのルールを知らなかったじゃあ、まあ、はい、なんだろう、カラツバーガー。はい、カラツバーガー来た。カードを使います。お金2万円を得られます。ずるい。じゃあ2万円もらっちゃおう。いいの。はい、増えましたね、所持金が、うん、でもこれがサポートフェーズってやつだから、だ、ね、さらにアクションフェーズっていうのを動やれるやめて何する。やめて、やめて何もしないでどうする何もしないで。バイトかメイク。そうだね、バイトかメイクだね。でも1回お金貯まったから1回メイクしようよ、うん、あーやだな。じゃあメイクします。誰もやばいやばい。夕霧さんをメイクします最初。はい、じゃあリリちゃん。リリちゃんやったん。じゃあ好きだから純子ちゃん。純子だ。はい、あー可愛くメイクされてます。よし、これでうちらの会が終わりです。終わり。はい、私も使う。あ、なんだろう、リーダー決定。おー、というさきちゃんのカードを1万円使ってさきのレベルを上げます。おお、なのでさきが2点になった。さきちゃんに特攻ダンスを踊っていただきたい、私は。おお、そういうのもあるのか。3万円を使ってさきで夕霧リリ。おリリ、やっぱり私。そうですね、ちょっとリリ、この3人をメイクします。やべえ、お金が1万円しかない、どうしよう。佐賀錦の CM はこれでライブします。使うのは夕霧さんとリリーちゃん使ってライブします。はい、でこのカードは夕霧かタエが参加してたらお金1万円を得る。何で継続効果、アクション、バイトの収入が1万円増える。おー、4万円になるってこと。バイト選んだわ。バイトやばいやばい。やった。じゃあこれはさっきからお金持ちの道を歩んでる。1万円ゲットしました。で、これはポイントが得点がもらえるんだ。2点だから、私たちはこの赤のやつを使いますね、うんうん、最初ここがスタートですね。で 1ポイント、2ポイント。で、夕霧さんが2点持ってるから1、2でしょ、うんうん、で、リリーちゃんが1ポイント持ってるんでここです。おー、はい、5進みました。あ、伊万里市を通り過ぎたからサポートカード1枚もらいます。で、この2人がライブが終わったからそっかメイクが取れちゃうかな。なるほどね、取れた。 OK です。これを使おう。ゾンビ用の超強力防水スプレー。うわー、なんだそれは。アイドル姿のキャラ1人にこのカードをつける。このカードがついたキャラがゾンビ姿に戻るのを一度だけ防ぐということで、これをサキちゃんにつける。おー、サキちゃんレベル上がったから。なるほどね、あ、育てていくタイプね。サキちゃんを育てますサキちゃん推しなんで、ね、バイトをします。はい、バイト、バイト、3万円の収入、イエーイ。で、終わり。さくらにしよう。やっぱり主人公のさくらにします。みんなすごい、めちゃくちゃ準備万端さえちゃん以外準備万端にしました。終わり。じゃあサポートフェーズで、これじゃらん、リリー with キューティーリリーマジックを使ってリリーちゃんのレベルをプラス1します。なんか愛と純子をめくってきたということは、このさゲリラライブを狙ってるんじゃないか疑惑やばいやばいやばい、タツミコーダロのマネジメント。これはですね、ミニライブか大型ライブのどちらかを選んだ方の場から2位の枚数のライブカードを山札に戻しシャッフルする。
その後同じ枚数を引き直して場に公開する。ゲリラライブお前だ。うわすごい意地悪な感じだった。魔女のシャッフル。急に魔女に見えてきた。よし。まあ、でもこれシャッフルしたんですけど、意外に枚数が少ないことに今私は気づいた。大丈夫かな。ちょっと。いけ。ゲリラライブ以外。よし来た。ガタリンピック。ガタリンピック。すごい。しかもこれ両方とも7人必要だからね。うわ。結構やばいやつ。ちょっと待って、もう4引っ返した何だったんだこれ。ライブをします。特攻ダンスでしょう。わ特攻です。ということでこれはですね、サキは必ず参加。サキちゃん。で、あとは4人を選ぶんですね。じゃあせっかくだから純子、夕霧、リリー、どうしよう、愛かな、じゃあ愛の5人でライブします。これで得点を私は進めないといけないですね。はい、6点ですね。特攻ダンスが6点。わすごいな。1、2、3、4、5、6。やばいやばいやばい。で、さきちゃんがレベル1だから2点。1、2。やばいやばいやばい。純子が攻められてる。1。夕霧さんが2。1、2。リリーが1。あれめっちゃ進んじゃったな。愛が1。え、めっちゃ進んでない。で、なんか知んないけど、ちょっと待って、やばいやばい。なんかいろいろもらう、サポートカードを1枚、うん、で、お金を2万円おー嬉しの市を通り過ぎたんでもらいます。で、愛とリリーと夕霧と純子を戻して、さっきはこの防水スプレーがあるんでそのまま終わり。うわライブしよっか。お、そう、ね、ライブする。あ、やばい、やばいやばい。あ、行きます。じゃあ一回メイクする。うん、じゃあメイクしよっか。やばいやばいやばい。ライブしちゃうか。これキッズショーをします。うん、キッズショーの2ってやつ。2人、じゃあサキとサクラを使ってライブをします。はい、1、2で、これは2でしょ。で、さきちゃんが2点。1、2で、さくらが0点。あ、なんですよ。そうなんです。で、2人を返して、やばい、7個の対局やばい。お、よし、じゃあで終わりです。ライブしよう。やべえ、ライブ始まっちまう。はい、最終回のアルピノライブが取られた。アルピノライブいっちゃいます。で、参加するのは全員ですね。全員だ。歌ってくれてる、尊い。じゃあ全員だね。こんなんできるんだ、すごいね。じゃあ12点だから。12点。